どうも皆さんこんにちは、ツンツンです。今日はですね、スキル迷宮作成のですねサブテラに、ディーバを突っ込んでみたデッキご紹介していきたいなと思います。 あとネオスもいます。で、まあ新制限になった時に、まあネオスとサブテラを混ぜるタイプがいいんじゃないかなと思うんですよ。で、多分テンプレだったらあのディーバの枠2枚が、カナディアとかに変わるんちゃうかなと思ってるんです。ただディーバがすごく相性良かったので、今回はそれを紹介していきたいなと思います。で、まず AD チェンジャー落として、ネオスも落とします。で、ここ AD チェンジャーの枠をタスケルトンとかにもいろいろやったりとかしてたんだけれども、まあ AD チェンジャーの方がいろいろと相性いいかなと思って、今回は AD チェンジャー型にしております。で、ですね、耐久力上げたいんだったらタスケルトンの方がいいかなと思います。で、ここ残すじゃないですか。で、後ろ二刀流なんですよ、おそらくね、おそらく二刀流だと思うんですけど、ここで決戦と、ネオス戻してピュッて出します、スキルで。で、2体今並んだから本来だったら二刀流打てるんだけど、スキルはこの後相手に優先権移らないんですよ。で、スキルで出したものに対しては優先権移らないから、その後にリグリアード出すみたいで、リグリアードでこれです、これ AD チェンジ上がれば実質決戦みたいな動きできるんですよね。で、ここ飛ばして、で、からのネオヒューとかが打てます。で、決戦セットからのバトルです。こういう風にネオ、ですね、AD チェンジはなかなか相性いいです。で、ネオスが今みたいにやられなくて、場持ちがネオス球場のおかげでね良かったりするので、相性がかなりいいんじゃないかなとは思っております。はい、ではやっていきましょう。相手恐竜ですね。で、これディーバ引けてるパターンです。で、ネオスでチェンジャーとネオス落としておきます。で、これ例えばあの高校だったらもっとやることあって、実は例えばディーバ召喚した時に、こいつって召喚に成功した時にデッキからレベル3以下の海竜族1体特殊召喚できるんですよ。だからこいつ自体もデッキから呼んでこれるよね。だからこいつ1枚でディーバ作るんですよ。で、からのスキルで2枚戻して、ラビリンスウォール出してからのグリオンガンドっていうのがまあ出せるんですよね。まあ今回は先行でネオス立ったからそのルートはなくなったんですけれども、じゃあここからどうするかっていうと、こいつ出すじゃないですか。で、この後迷宮作成で2枚戻してこいつ出します。で、ブラックローズドラゴンですよ。で、ここがね、ディーバ普通に出しただけで、このタイミングでカナディアとか相手打たなかったら、もうスキルで出すから、さっきも言ったんだけど優先権移らないから、そのままブラロにつなげることができるように、で、効果使って、まあ、相手マーレラチェーンしてきますけれども、全部っぱですよ。で、自分はネオス救助の体制で守っていく。で、セイバーザウルスプラス罠とフィールド魔法、罠がスワンプと、境界でした。これ全部破壊です。からのこいつ出して、パンパンで勝ちという感じですかね。だからネオスフュージョンともブラックローズは相性がいい感じになっております。じゃあ、こんな感じのデッキを、今からですね、実況付きでやっていきたいと思います。さあ、高校強いよ。高校めっちゃいいよ。ディーバ引けてれば強いし、あ、戦士引けちゃう、決戦引けちゃう、あ、もう言うことないやつ来た。グリオンガンド、まあ別に言うことねえやこれマジ言うことねえや粉砕かな。強いな。でもサルファフナーで、あ、ローズニクスなんや。で、ローズニクス自体割ってからの、ローズニクス割りので、シトリーかな、シトリー来ましたね。で、シトリー出して、で、トラ効果で罠殺、あ、なんもない、マジか、なるほどな、あ、強い、これ戻すやつないレベルで強いな。どうすんだこれっていうね。これシンプルにさ、まずネオスフュージョン打って、これ何も戻さなくていいやろってレベルじゃない、ほんまにマジで。タスケルトンとネオスで落としてブレイブネオス作ります。で、戦士出して、で、ここセットのバトル、まずネオスで攻撃、もう言うて7枚あるもんね。決戦3、包括2、カナディア1やったっけな、やったからめっちゃあるんよね。言うて2、3で、で、アメこいつ来る、はい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 、ここ守備になって、で、ターンエンド
なんもなさそうかな、ラグは。なんもなさそうです。で、あとは、サルファフナー効果。あ、これ強いよね。クリストロエントリー使えるの。おー、素材に。そのモンスターレベル異なる。はいはいはい。この効果は墓地に送られたターンには無理か。オッケー。で、サルファフナーでからの何が来るか。3、5、オッケー。3、5はオッケー。で、スモーガー効果でこいつ割りの、で、こいつ出してからの、これ強いよね。こいつ蘇生できるんだよね。でもこれだと334だから、ここで狡猾打っちゃっていいんちゃうかな。リオンとここ巻き込みで狡猾打てばきついんじゃない。これで相手かなりで狡猾で潰してからの、まあモンスがどう展開してくるかやけど、まあスウォーガーが墓地に行っても多分もう墓地跡稼げないんだよな。でここ来るリサイクラーか。リサイクラー潰せんな。リサイクラー落とし、これさ、もうここで効果使ってこいつ落として、でここでリグリ作ってからの決戦、めっちゃ強で、こいつをこうして、でここ潰しからのサブテラー戦士効果、守備12、 OK、こう縦出して、でこいつ一体じゃ何もできない墓地のサルファフナーも効果使えない。ありがとうございました。はい、それではやっていきましょう。まずネオヒュ打って、でタスケルトンネオスでこうして、で1枚2枚とブラフ込みでセットしてターンエンド。これで小ずさえあるそうに見えるんじゃない。どうなんやろ。ネオヒュー、ネオヒュで戦士落としアクエドリアとか、戦士落としなんかとかって強いけど、チェンジャー、チェンジャーですか。ちょっとまずいですよ。チェンジャーしかも1枚2枚強えな。3枚めっちゃ強えやんけ。マジかよ。しかもモンスセット、やばいやばいやばい、なんかやばい気がするぞ。あー、なんか来たー。しゃあないな。裏返る、強っ強っ、それバリ強いやんけ。やめてや。まあここはオッケー。仕方なし、ここも。こいつ攻撃表示ってことは強いんやろな、後ろが。戦士。ネオスフュージョン。で、戦士ネオス落としでいくかな。ネオフューって、急にラグ出てきた。なんだろうな。こうしてこっち出して、でバトル裏返る、めんどくせえな。裏返る潰しに行きましょうか。
うん、裏返り潰しに行きます。攻撃だ。裏返り潰しに行ってで、OK、もうこの辺までは大丈夫。どうすんの。まあ別にここ決戦見せなくていいけどな。カナディア、まあ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 。でここ殴りに行って攻撃だ。まあここも守る価値あるよね。守って裏返るでこいつ戻したら強いもんね。まあそこまでする価値があるかって言われるとどうなんてところはあるけど。生物え、強っ。ネオヒュ効果使って守っていきますか。守りましょうか。で決戦効果使ってでカナディア湧きます。まあまあまあここはね全然 OK。こいつを縦にします。で殴れないからこのままターンエンド。これが何かやけど、わカナディアじゃないかもな。もしかしたらこれ何なんだろう。裏返るでなんか戻そうとしてくるでしょ。カナディア、まあやるしかない。まあリグリやな。リグリに落としてでネオスと戦士巻き込んでこうしてで、ここ表側守備表示にして裏返るを除外しないといけない。結構アドソンやね。で戦士は復活させるメリットなし、させない。戦士はこのままで負け筋なんだ。狡猾か。まああ、ネオヒュか。いや、ネオヒュ言うて、あれやろ。大丈夫やろ。これ27までしか上がらんやろ、攻撃力。って考えたら全然いけるよ、まだ。ここ27抜けんからね。よかった、今、アクエドリアにしなくて。リグリアードでよかったわ。戦士とネオス落としか。ネオスかけに、まあ、殴らず。よいしょ。あ、狡猾引けた。強いですね、狡猾は。じゃあリグリでリグリもう一枚出していいよな、これ完全に。リグリ出してで表側にしてよいしょ。でリグリアード効果、ここでサブテラーの戦士効果、縦で出してリグリアード効果でこうしてからの、さあバトル。まずリグリアードで攻撃でダメ捨てに、よいしょ。決戦表向けて攻守増加で2000ボディからの戦士。これでここいるからね、強いよ。これで勝ったんじゃない、盤面的に。で後ろ狡猾あるしね狡猾あるから2体やるやつとしても、まあ決戦ですよ。決戦で
表側にしまーす。あ、カナディアはキー、まあまあまあ別にそこは大丈夫。こいつを守備表示して表側でリグリアード効果でここ飛ばして、はい、勝ちって感じかな。よしよし、そしてそしてバトル対戦ありがとうございました。この盤面作れたら強いね、サブテラ。